ナマステ。どうも。聞いてたね。聞いてた。はい。今日はカレーなんでね、カレーを使ったパスタ料理を、作りたいと思うので、ナマステでって言いました。そう、カレー、うちも今回レトルトのカレー使うんですけど、結構家に余りがちというか、なので、まあ、ちょっとカレーの、レトルトカレーのアレンジレシピですね。ちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そうしたら材料、いつも通り紹介していきます。まずまあカレーですね。レトルトカレー、これだいたいね、内容量が 200g になってます。あとペンネ、今回ショートパスタで 100g です。と、バター 30g、 シュレッドチーズ 30g、 ニンニク、これ一つを輪切りにしてあります。で、昆布茶、昆布茶が 2g ですね。と、お好みで山椒と七味、あとお醤油ですね。山椒と七味、今回は4回、山椒は4回フリフリ、七味は7回フリフリしてます。とお醤油が今回は適量ですね、 2g ぐらい1g とか 2g ぐらい、まあ、ここはなんかもうお好みで変えてもらって全然大丈夫です。では早速作っていきます。じゃあ早速なんですけども、パスタ湯がいちゃいます。これね、表示が11分なので、10分ぴったりぐらい湯がいちゃいます。はい、そうしたら、早速ソース作っていきます。そうそう、フライパンにバターですね。ポコッと入れて、ニンニク、輪切りのニンニクです。入れて、ゆっくりゆっくり香りを出していきます。弱火でじっくりです。はい、ニンニクをですね、ちょっと火にかけて、だいたいこのぐらい、ちょっとプツプツってしてきましたね。バターとニンニクの香りが今立ってきたところです。で、ここでもう若干ニンニクとバターに色がつくぐらいまで火にかけていきます。結構ね、バター焦げやすいので注意してください。ゆすりながらね、で、いってる間にもう色がね、オッケー、いいでしょ。このぐらいまで、ちょっと色づいてきたの分かるかな。このぐらいまでついてきたら、一回火を止めます。そして、七味。バターに入れちゃいます。と、山椒。入れたら、よく混ぜます。そこで香りを出してやるような感じですね。そしたらパスタが湯がき上がるまで火消したままこの状態で、とりあえず放置しておきます。はい、あと大体1分ぐらいでパスタが茹で上がります。あとは火もう一回つけてちょっとソースを温めて、まあ、この状態ではもうバターとニンニクと七味と、山椒だけで、茹で上がったパスタを入れて、パスタをこの油でこう焼いていくような作業に入っていきます。香りが結構立ってね、七味と山椒、まあ、パスタ自体にこれどっちかっていうと、なんていうんですかね、スパイスの効いたカレーパスタっていうよりも、ちょっとカレーうどん寄りのイメージなんですね。ああ、なるほど。そうそう、だからパスタ自体にこのバターとニンニクと七味と山椒の香りを入れていくって感じですね。水分しっかり切って、これ油だけなんで跳ねやすいので気をつけてください。ここでじゃあっと入れて、家だったらこれ弱火でいいと思うな。結構跳ねやすいんだね。あ、もうちょっとね、こんな感じで焼き色がね、見えるかな、ちょっと、うん、焼き色がついてきて、うん、このまま全体的につけてあげるっていう作業ですね。いい感じについていきます。
こんな感じでちょっと全体的にこういう香ばしい焼き目がついてきたら、鍋肌からお醤油を垂らす。で、香ばしい香りをつけたら、だいたい 90cc、 100から 90cc のお湯、お水でもいいです。そしたら、まあ主役のこのレトルトのカレーですね。カレーをドバーッと。もうこれカレーは何でもいいです。今回中辛なんですけど、甘口でも辛口でも。で、このパスタを、パスタをこう絡めて、ちょっと煮立たせていきます。で、ここで、昆布茶ですね。昆布茶入れます。昆布茶もし家になかったら、ポン出しとかでも大丈夫です。一旦ここで味見します。よし。で、ちょっとね、水分は多めの方が個人的には美味しいかな。このぐらいの水分量になってソースも沸いてきたら、チーズを入れます。チーズ入れて、で、火を止める。すぐで、ほんと軽く混ぜてください。混ぜるというより、上のチーズをこうソースに沈めるっていう作業ですかね。余熱で溶かしていく。はい、そうしたら盛り付けていきます。はい、じゃあ盛り付けます。もうこのままズワッと、はい、これで、カレー、レトルトカレーのアレンジパスタの完成です。早速試食いこうか。行きましょう。はい、じゃあ早速いただきます。うん、いや本当ね、さっき言ったようにカレーうどんっぽいね、感じの香りなんだよね。ちょっと和の要素もある。いいよね。うん、いただきます。これ嫌いな人いないでしょ。あ、これはいないね。うん、熱い。チーズもいい感じだね。そう、溶けきってないから、このチーズの存在感がちょっと強いんだよね。熱い、ガンガン混ぜない方がいいよね。混ぜない方がいい。いや、うまそうだ。もう食べてるじゃん。これちょっとね、七味、追い七味、七味追いましょう。カレー好きな人、クミンとかね、ガランマサラとかターメリックとか、うん、ちょっと入れたいと思うんですけど、これはこれでね、これはこれで。家にでもなくないですか、そんなの。そもそも七味ならあるでしょ。 あるカレー好きな人は持ってそうだけどね。うん、うまっ。うん、あ、七味入れたらグッと味が締まる。最初に炒めたのがね、またこのパスタがところどころね、ちょっとカリカリなんですよね。うんうん、これがまたいい。うん、最初にバターに香り付けしてある油で炒めてるので、パスタ自体の存在感が結構強いんですよ。うん、カレーって味強いので、このパスタにしっかり味をつけてやることで、結構この料理のグレードが上がるっていうね。これ結構ポイントですね。そう、うん、やべえ、お米炊き忘れたって時はぜひ皆さんやってみてください。うん、いいね。うん、おいしくいただきました。いい感じでした。
はい、というわけで今回はレトルトカレーのアレンジレシピで、まあ、パスタです。カレーパスタを作っていきました。うまかったよね。うまかったね。簡単だし、なんかこういうポイントポイントでなんかいろいろ料理自体のこうグレードを上げていくワンポイントですねをちょっとあのしっかり意識してもらえば結構グレードの高い料理ができると思います。というわけで、今回これで終わりになります。ありがとうございました。いろり実習でした。またチャオ。